世界を騙し続ける科学者たちとは、アメリカの科学誌やナオミ・オレスケスと、エリック・エム・コンウェイによる2010年のノンフィクション本で、ある。日本語版は2011年に落校者から出された。本書では、地球温暖化に関する論争と、それ以前の喫煙、酸性雨、DDT、オゾンホールなどに関する、科学的論争に共通点があるという指摘が、なされている。 著者らによると、これらすべての論争において、規制に反対する側は、科学的なコンセンサスが成立した後になっても、疑念を喚起して混乱を作り出すことで、論争を終わらせずに置くという基本戦術を取った。特に、フレッドサイツとフレッドシンガーをはじめとする、反主流論者の科学者が、保守系、シンクタンクや民間企業と結託して、多くの現代的問題に関する、 科学的コンセンサスを攻撃してきたとされた。本書は題材となった人物から批判を受けているが、ほとんどのレビュアーには好意的に受け止められた。あるレビュアーは本書は徹底的な調査によって裏付けられており、2010年の最も重要な書籍に数えられると評した。別のレビュアーは本書を科学関連書籍の年間ベストに選んだ。2014年には、 ロバート・ケナー監督により、世界を欺く商人たちのタイトルで映画化された。フレッド・シンガー。温室効果ガス規制反対派の代表格だった。オレスケスト・コンウェイは、保守的な政治傾向を持つ一握りの科学者が、特定の産業界と強く結びついて、論争中の問題に関する議論で不適正な役割を果たしたと書いた。 またそれにより引き起こされた意図的な混乱が世論や政策決定に影響したと言っている。本書の現代マーチェンツ・オブ・ダウトは、ウィリアム・ニーレンバーグ、フレデリック・サイツ、フレッド・シンガーを筆頭とするアメリカを中心とする科学界のキーパーソンたちを批判して読んだものである。この三人はいずれも物理学者であり、シンガーは宇宙と人工衛星の研究に、 ニーレンバーグとサイツは原子爆弾の開発に携わっていたが、それぞれ専門の第一線から退いた後に、酸性雨喫煙、地球温暖化、農薬などの分野で活動を行い始めた。本書はこれらの科学者が、喫煙の有害性、酸性雨の影響、オゾンホールの存在、人間活動に由来する気候変動の存在など、 各分野の科学的コンセンサスに異論を唱えて、その影響力を削いだと主張している。サイツとシンガーは、米国のヘリテージ財団、企業競争研究所、ジョージ・シー・マーシャル研究所のような諸団体に関与している。これらの団体は、企業や保守経済団から資金提供を受けて、米国市民に対する様々な国家干渉や規制に対抗してきた。 本書はそれらのケースで共通して取られた戦術を、科学の信用を傷つけ、虚偽の情報を撒き散らし、混乱を広げ、疑念を喚起させると総括した。本書によれば、サイツ、シンガー、ニーレンバーグ、ロバート・ジャストローラはいずれも激烈な反共主義者であり、政府による規制を社会主義と共産主義への第一歩とみなしていた。ソビエト連邦が崩壊すると、 彼らは自由市場を資本主義を脅かす新たな脅威を探し求め環境保護主義にそれを見出したのだという。サイツらは環境問題への過剰な反応が政府による強引な市場介入や生活の侵害を呼び込むことを恐れていた。オレスケスト、コンウェイは議論が長引くほどこれらの問題は悪化し保守派や市場原理主義者が 最も恐れる厳しい措置の必要性が高まると述べている。すなわちサイツらは科学的証拠を否認し引き伸ばし戦略に加担し、それによって彼ら自身が恐れていた状況を招くことになった。著者らは偽りの真実と本物の科学をメディアが区別できるかについて強い懸念を示している。一方に偏らず両者の主張を伝えるというジャーナリズムの原則は、 著者らによると、反主流論者のミスリードを助長することになった。オレスケスト、コンウェイはこう述べている。少数の人々でも大きな負の影響を作り出すことができる。とりわけ彼らが組織され、強い意図を持ち、権力に近い場合には、本書の最も重要な結論は、反主流論者の専門家たちが、イデオロギー的な動機によって、規制論を支える。 科学の信用を失墜させようとしなかったなら、政策決定は、もっと早く進んだはずだということである。同様の結論は、オーストラリアの学者クライブ・ハミルトンによる、先行書レクイエム法、a s p ピーシーズですでに、特に、サイツとニーレンバーグについて引き出されていた。ほとんどの批評家は本書を熱烈に評価した。フィリップ・キッチャーは、サイエンス誌で、著者、オレスケスト、コンウェイを、 結出した歴史家と呼び本書を心が動かされる重要な研究と表した。本書の論調はニーレンバーグ、サイツ、シンガーに対して厳しすぎるようにも見えるが、キッチャーはそれがロジャー・レベルやベン・サンターのような卓越した気候学者がマスコミによって利用され、不当な攻撃を受けた経緯をつまびらかにしたことで正当化されると述べている。ウィルブ・キャナンは クリスチャンサイエンスモニター紙への寄稿で本書が徹底的な調査のもとで綿密に書かれており2010年の最重要書籍に数えられるだろうと述べた。ブッキャナンの見るところでは疑念の証人たちが一般に理解されている意味での客観的な科学者ではなく企業に雇われて製品の安全性、有用性を示すために数字を加工する。 科学の言葉を使う傭兵だということは本書によって明らかになった。ブッキャナンは彼らがセールスマンであって科学者ではないと書いている。バドワードはザ・イエール・フォーラム・オン・クライメイト・ザ・メディアで本書のレビューを交換した。ワードによると、オレス・ケスト・コンウェイは学者としての徹底的な調査と最上の調査報道を思わせる筆致の組み合わせによって環境問題と 公衆衛生に関する過去の論争が深いところでつながっていたことを解き明かしたという。気候科学に関しては著者らによると気候科学の専門性に乏しい科学者の小集団による著者らが言うところの科学の乱用、悪用に対する下げ済みが包み隠さず表明されていると書いた。フィルイングランドはエコロジスト誌で綿密な調査と重要な事件に関する詳細な記述が 本書の強みだと書いた。しかし同時に、気候変動についての章が50ページしかないことを指摘し、より広い観点から情勢を見渡したい読者のために、関連書としてジムホガンの、クライメートカバーアップ、ジョージ・モンビオのヒート、ハウ・ツー・ストップ・ザ・プラネット・バーニング、ロス・ゲルブ・スパンのザ・ヒート・イズ・オン及びボイリング・ポイントを推薦している。イングランドはまた、地球温暖化に対する否認と、 疑念喚起を活発に行っているいくつかの団体がエクソンモービルから数百万ドルの資金供与を受けていることがほとんど書かれていないと述べた。エコノミスト氏のレビューは本章、を力強い本と呼び、環境問題に関する政治的駆け引きや科学者が疑念を捏造ないし誇張してきたことを明るみに出した点を評価した。しかし一方で、このような対抗要因があったにもかかわらず、 環境問題に対する措置が講じられてきた理由が説明されていないとした。その例として、科学的証拠が乏しかったにもかかわらず、米国議会で規制が可決された賛成雨問題が挙げられた。文化的に作られた無知や疑念の研究に、アグノトロジーという名を与えたロバート・ N ・プロクターは、アメリカンサイエンティスト氏で本書が詳細であり巧みに書かれていると評した。 プロクターは本書を作り上げられた無知の歴史を扱った書籍の系譜に載せた。そこで挙げられた本には、デイビッド・マイケルズのダウト・イズ・ゼア・プロダクト、クリス・ムーニーのザ・リパブリカン・ウォー、オン・サイエンス、ディビッド・ロスネルとジェラルド・マルコ・イッツのディシート・アンド・ディナイアル、およびプロクター自身のキャンサー・ウォーズがある。ロビン・マッキーはガーディアン神で・ガで冷戦イデオロギー論者の小集団が持っていた。 影響力を暴いたオレスケスとコンウェイは賞賛に値すると書いた。それらの集団は地球温暖化のような一連の重要な問題について科学者たちが信頼できる知見を積み上げている間にも疑念を広めるという戦術によって一般大衆を惑わせたという。マッキーはまた本書ではすべての参考資料に詳細な宙が付けられ、 議論は慎重に展開されているとも述べており、年間ベスト科学書籍の最有力とした。社会学者、ライナー・グルントマンは、バイザ・サイアティス氏に寄せたレビューで、本書がよく調査されており、事実に基づいていることを認める一方で、善悪に憤論によっていることを批判し、歴史家はより陰影に富んだ記述を行うべきだとした。本書では、科学的コンセンサスに対する反主流論者たちや、 特別利益団体が講習をミスリードしたことが政策の思考を遅らせた主要因だとされている。グルントマンによればそこには公共政策が科学の理解に基づいて作られるという前提があり、従って著書らには政治過程と知識政策のメカニズムについての基本的な理解が欠けている。本書は科学の特徴を完全に備えているが、グルントマンの見るところでは 学術的な著作というより、感情的な非難であり、全体として問題が多い書籍である。サイツが設立したジョージ・シー・マーシャル研究所のウィリアム・オキーフとジェフ・キューターは、本書は学術的な著作のように見えるが、生涯にわたってアメリカ国民に多大な貢献をしてきた人々の名声を既存するものだと述べている。彼らによると本書はそのために、 批判対象の誠実さに疑いをかけ、人格を非難し、指揮権に疑いをかけたという、教著者の一人、ナオミ・オレスケス。著者の一人、ナオミ・オレスケスは、ハーバード大学に在籍する、歴史学と科学論の教授であり、地質学の学位と、地質学研究及び科学史の博士号を持っている。オレスケスは2004年に、サイエンス史に掲載された論文ザ・サイエンス・コンセンサス。 オンクライメイトチェンジで人間活動に由来する地球温暖化が事実だということに科学界から大きな異論はないと書き注目を集めるようになった。もう一人の著者エリック・エム・コンウェイはパサデナシ・カリフォルニア工科大学にある NASA のジェット推進研究所に所属する歴史家である。ありがとうございます。